つぼみのメンバーは本当に本当にいい子しかいない。本当にお互いがお互いを褒め合えるって多分あんまり女の子同士ってないと思うんですけど、本当に素直に褒め合える関係性なので、それがすごい好きです。2023年10月13日のデビュー公演からスタートしたつぼみシンフォニー。つぼみシンフォニーは5つの事務所に所属する新人声優たちが5つのユニットを結成し活動するアイドルプロジェクト。個性あふれるメンバーがそれぞれ色とりどりのコンセプトのユニットとしてアニメのカバーソングを中心にパフォーマンスをしています。毎週行われる昼のミニライブソナタ公演には2組のユニットが出演。そして月に1回全てのユニットが一堂に会し定期公演を開催。これは同じ夢を追い続け成長し続けるつぼみたちのプロジェクト。この1年ファンの皆様に支えられ、メンバーたちのチームワークはまるで幼なじみのような絆となり、つぼみたちは奇跡のような温かい日々とともに成長していたのでした。しかし、じゃあここでちょっと2つお知らせがあるので聞いてください。じゃあまずお願いします。はい、私事ですが、サーカンこと宮崎さなは、つぼみシンフォニーを7月末で卒業することになりました。7月末までは精一杯頑張らせていただきますので、これからも応援よろしくお願いします。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 はい、では2つ目のお知らせお願いします。はい、モーワールドからです。モーワールドは8月末を、期日に持って、失礼しました、8月をもって、現在制作活動を終了とさせていただきます。はい、それまでの時間あと2ヶ月ぐらいですねありますが、頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、つぼみシンフォニーはもっともっともっといろんなことにチャレンジしていきますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。デビューから1年を前にして想像もしていなかった出来事が訪れました。これまでつぼみたちを包んでいた暖かい光は不安の雲に遮られ、慣れ親しんだこのプロジェクトに涙の雨も静かに降り注ぐことになりました。ここは秋葉原のどこかにある割烹居酒屋あやこの部屋。夜な夜なつぼみシンフォニーのメンバーたちが訪れる隠れ家。ママは着物姿が凛として優しくしっかり者だけど、時にお茶目で誰からも愛されるあやこママ。杯が進むと普段のステージでは見たことのないつぼみたちの素顔やメンバーたちの愉快な関係性が垣間見れるかも。つぼみシンフォニーの各ユニットの魅力やメンバーたちの素顔を覗いてみましょう。お久しぶりです。あれ、ママ、いつぶり？一ヶ月ぶり。ちょっと意外と来てる。ちょっとでも、間が空いたね。だいぶね。元気だった？元気ですよ。うん、うん。あれ、どうしたの？バイト始めたの？ん？あやち。え？え？あやっこママ。大丈夫？え？待って。ちょっと、違う人と間違えてるかもしれない。大変。え、違う、だってあやちだよ。あなたはあやちです。あやち。え、あやちって誰なの？あやちはあやちだよ。怖いよ、怖いよ。私たち、マリートワイライトです。怖い、怖い、怖い、怖い。怖い。怖いわ、今。思い出した？急に今来た。ビビビって今。自覚が芽生えてきた。そう、なんか、
今日なぜかママになってたんだよ。でも今チッピが来て、うん、急に今自分が若干あやちなことに気づき始めた。よかった怖い。よかった。1年経って私たちが変わったこととかないのかな。変わったこと、あんまり変わってはないよね。正味変わったと思うよ。本当？うん。どんなことが？最初はね、やっぱなんかな、この人と一緒にできるかなみたいな。大変。そうだね。だって最初組まされたのは別に組まされた。組まされたのはなんかいすみさんっぽいですよみたいな話を聞いてて、うん、そう、私とねあやちは声優になる前から知り合い、うん、知り合いだったね。そう、声優のね目指す学校で一緒だったんだけど、うん、その時は正直あんま絡みはなかった。なかった。なんかチッピがいるってことは知ってたし、うん、存在は知ってたけど、うん、私がちょっと異端児だったから。そうね。そう、結構話しかけづらいよ。そう、キャピキャピしてたし、うん、今こんなママでいるけどまさにツインテールでみたいな、今とちょっと逆っぽい感じのイメージだった。ちょっとチッピ落ち着いてるイメージだった。あ、そうだね。当時はね。今はさ、すごいアイドルっぽいさ、髪型とかに挑戦してるじゃん。そうですよ。うん、だ当時はハーフツインとかしてなかったでしょ。しないしない。そんな。まあね、確かにそこは変わったかも。そう、うん、だからね、よくこうなったなっていう。そうだね。でも当時一緒に組んでたら、うん、割とは破滅してたかもしれないね。いや、うまくいってなかったと思う。うまくいってなかった。うん、方向性が違ったかも、ね、そうだよね。でも今こうやって急に組まされて、なんかエモいねみたいな感じになって、うん、であっという間に1年が経つわけでしょ。ね、怖い。絆ありまくりでしょ。やっぱ、うん、そのね、ライブのたびに、うん、あ、隣にあやちがいてよかったなって、心強いなって思うよ。やばい、すでに泣き始める。涙もろいね。やばいわ、やばいやばい。あばよ。乾かして。本当にそうだよ。でもつぼみに入ってなかったらみたいなことを考えると、うん、本当になんか全く喋ってなかったと思うから、入ったからこそのなんか仲良くなれたっていうのが奇跡なのかも。本当そうなの、うん、同じ事務所でも多分喋らないじゃん、うん、事務所ですれ違ったとしても、お疲れ様です。気まずい。逆に気まずいよね。逆に気まずい。元々の知り合いだったから、うん、逆に再会して気まずいみたいな。そうだよね。そうそうそう。で、逆にもう毎週レッスンもあるし、うん、ライブもありますみたいな、月に2、3回ありますってなることによって、どん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 さ、ね、なんか、いや、仲悪かったわけじゃないけど、もう、ある意味めちゃくちゃ親しい関係になれたから、それがもう良かったのかも、つぼみに入って一番。いや、ほんとね、正反対で良かったなって思う、私は。なんで？え？だって正反対じゃないとうまくいってない。うん。うん。そう、マリトワってね、もともと、本当に、マリートワイライトっていうユニット名がね。うん、そうだね。うん。まあ、紫とパープル、あれ、うん、紫とパープルじゃん。怖い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 。怖い。オレンジ、オレンジとかパープルと、パープルとオレンジが合わさった、はい、その、色味が、夕暮れみたいだねっていう意味で、うん、その、正反対の色が、組み合わせるっていう意味でね、うん、マリー・トワイライトっていうユニット名になって、そうだね、うん、ね、それが本当にどんどん染みてるよね。染みてるね、うん、しかもやっぱ性格もさ、本当に違うからさ、うん、なんか私結構わーってなっちゃうタイプだけど、うん、結構チッピは冷静じゃん、どんな時も、うん、私がなんかうわーとかなってる時も落ち着いて、落ち着きなさいみたいな。私がね、間違ってライブをした時も。いや、ほんとだよ。あの時すごい疲れてたんだよ。ライブ後にレッスンもしてて。そうだね。で、もう帰り夜遅くて。で、普通に私電車の中で、なんか帰ってるよ、みたいな。そう。家族に送った LINE だと思ってたら、チッピから、ママって来て。そう。初めて来たあやちから。そうそう。あんな LINE が初めて来て。あ、こんな感じなんだ、って。なんか帰ってるよ。帰ったらご飯食べたいな、みたいな。そうそうそう。
純烈くんだったよ。ママだけ来て、すいません、間違えましたとか。本当面白かった。なんかしたいことないの、目標みたいな。目標、マリトアにしたこと、うん、なんだろうな、やっぱり、うん、水泳。え？え？どういうこと？水泳？泳げる？泳げる。犬かきね。はい。じゃあ、犬かきだけ？犬かきだけ。じゃあ、私も、犬かきやるか。ちょっと、水泳意外すぎる。やっぱ水泳は誰もやってないから。ほんと？じゃあ、滝行もいける？滝行ももちろんいけるよ。じゃあ、水泳と滝行を、そう、でも1周年の時だとさ、ちょうど寒いかもしれないから、うん、温水プールから行けばいいんじゃないかしら。はい、そうですね。うん、温水プール行って、温泉に行って、で、そこの滝に行って、打たれて、もう一回温泉入ればいいんだ。で、箱根踊ればいいんだ。箱根いいじゃん。温泉で。そうしましょう。そうしよう。まあ、これからもね、私たちは、多分どのように言ってよりも、うん、ちょっとこう温度感が低めに見られがちなユニットでもあると思うんだよ、うん、なんかこう落ち着いてるみたいな風に言われるけど、 その分ね、心の中のなんか炎が燃えたぎってるんで、燃え盛ってる、燃え盛ってるんだよ、誰よりも熱いよ、うん、ぜひこれからも、いや、まあそうね、1周年とは言わず、うん、もう10周年くらいまでは余裕で、そうだね、うん、こんなテンションでいて10周年以降はまたちょっとレベルアップして本当のママになってる、そう、本当のママになってくるし感じで喋り続けよ、喋り続けよう、うん、ね、またずっと一緒にいよう、わー、あーまた来て開けたかった、サータンことチェリーベリー宮崎さなの卒業発表からちょうど1ヶ月、その日が訪れるまではあっという間でした。ドキドキ。でも新曲が2曲なんでドキドキです。怖いです。あ、ちいちゃん。最後です。やめて。やめてよ。やめてよ。私は今鋼の心で止まってるんだからやめてよ。やめないでください。ここで。いつでも泣いて。あ、泣いちゃう、入るのが。あ、泣いちゃう。あ、写真撮ろうね、絶対。どうしたの、チッピー。泣いちゃう、泣いちゃう。どうしたの。めっちゃ撮れる。卒業のステージが迫るサータン。それを見守る、これまで1年を一緒に駆け抜けてきたメンバーたち。頑張っていきましょう。あー、泣きそうだけど鋼の心。私が泣くとみんな泣いちゃうもん、絶対と思って。鋼の心で、まだ25日あるんで。そうだよ、今日は泣かない、泣かない、今日は泣かない。新しいつぼみが生まれようとしていました。記憶に残る声になったんじゃないでしょうか。ねえ、残ってほしいな。偉いね。今から写真ですから。うん、そうだよ。いいの、みんなと写真撮りたい。ね。写真
真撮ろうね。思い出を残したい。うん。撮ろうね。撮ろうね。ちょっと待ってください。いくよ。はい。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。誰に書いてもらう？嬉しい。嬉しい。早く現像されないかな。みんなで一言書きたいぐらいの。あーねー、寄せ書きみたいにできるんだよ。裏でもいいから書きたいぐらい。もう、あやもり美容室はまず絶対この子の予約枠が確定であるんですよ。美容師が巻くより自分で巻くよりちいちゃんが巻く方が可愛くない。やばすぎ。あいたやっぱ。もう本人からハーフツインというリクエストがあったので、それをなんかあれ前回ハーフツインした時は高めの位置で結んでたんですけど、今回はちょっと低めの位置で。大丈夫、赤っぽくない？赤っぽくない。可愛いよ。なんかすごい浮かれてない。ティアラって感じ。浮かれてない。いやまあたとえ浮かれてたとしても浮かれていいな。浮かれていいか。今日は今のところ楽しいので、やることもいっぱいあって頭がいっぱいいっぱいなので全力で走り抜ける感じですかね。気づいたら終わってるの寂しいけど、気づいたら終わってるぐらいが一番いいのかなと思ってます。楽しいかって。準備。はい、じゃあ、はい、サータンここ来て。何、はい、やば。サータンへこの手紙を読んでいるということは、はい、卒業公演もクライマックスだね。サータンとだから今までやってこれました。サータンとじゃなかったらこんなに楽しく活動できてないと思う。結構辛いことも多かったと思うんですけど、最後の最後まで私たちのこと、私たちの今後のことをずっと気にかけてくれてありがとう。サタンとチェリーベリーとして見た景色、私たちの宝物です。本当に今までありがとう。これからもよろしくね、ちいさんより。ファンのみんなへ、まず私を見つけてくれてありがとうございます。会いに来るってとってもハードルの高いことだと私は思っていて、そのハードルを毎回超えて秋からまで来てくれたのがすごく嬉しかったです。つぼみのメンバーがとっても大好きで、離れるのが寂しくて今日この日まで呼んじゃったのですが、こうやって卒業公演でお別れする機会をもらえて、メンバーにも協力してもらえて、ファンの人が目の前にいて本当に幸せ者です。ありがとうございます。これからも私の大好きなつぼみシンフォニーを皆さんよろしくお願いします。今日まで本当にありがとうございました。全てを右見ても左見ても泣いてるんだけど。ね、こんなに日程、日付がない中、私が言った曲を、やだって言わずに、サータンの好きな通りに、もうサータンが言う髪型で今日出るよとかも言ってくれて、もう最後どうしたい？なんかしたいことある？みんなでありがとうって言おうよ。ありがとうって言いたい。今日は卒業公演、みんなもだし、ファンの人も来てくれて本当にありがとうございました。お互いがお互いを大事に大切に思えるつぼみたちの絆。この涙がこれまでのつぼみたち、そして新しいつぼみたちにとっても恵みの雨になればいいな。そして今夜も綾子の部屋には賑やかなメンバーたちがやってきたようです。はじめましてかな。そう、 あ、そうですね、初めて。なんで来てくれたの？ちょっとあやこ様っていう知り合いの方がいて、ちょっと
似てるって聞いたので、噂を聞いてきました。そう本当にそっくり。ね、つぼみとして活動してどのくらい経ってるの？もうすぐ1年。そうだね。早い。はいはい、あっという間に。なったね。1年か。でも一応最初は、急に集められたから、うん、結構、よそよそしい感じ、ね。よかったよね。なんか、ちょっと、ぎこちないっていうか、そうそう。敬語とかさ、全然できない。そう、全然できない。そう。なんか、敬語をやめようねっていうさ、うん、時間作ったけど、なかなかできなくて、慣れなくて、わたわたしてたよね。なんちゃらです、あ、だよねみたいな。やってた、やってた。結構、しばらく最初そんな感じで、でもやっぱり、今年の4月、うんうん、くらい過ぎたあたりから、なんか、個人的に遊びに行くようにもなさったりとか、つぼみに入ってから、変わったこととかあるの？最初の頃から。変わったことか、うんうん、あ、でもなんかさ、ダンスとかさ、うん、歌するようになって、うん、なんかちょっと、痩せたかな？痩せた？引き締まった体が。なんか体力ついてきたかな？あー、それは。そう。え、ちゃんと代表曲とかないの？その、歌ってる中の。代表曲か。お客さんから人気なのは、まずは、アイズワンさんの、月と言わせたい。有名曲だ。そう。ね、カバーですね。そうそう。投げキス。投げキス。そう。かわいいよね。ワンチキス。でも結構ダンス激しくない？でも好きと言わせたいわ。ルンルンな感じ。だよね、曲調的に。あ、ほんと真似しやすいよね。そうそう。そうだね。ありがとうね。みんなしてください。あの、アイリスさんの曲もやってるんだよね。キラキラだ。うん、K-POP とアイリスさんの曲もやってて。そうでしょ、1年経っちゃうから。うん。でもこれからも続いていくわけでしょ、つぼみは。なんか、目標とかないの？目標か。個人でもいいし。へぇー。何かしてみたいとか。してみたいこと。4人でやってみたいことある？4人でやってみたいことか。ごめん。普段はライブしてることが多いんで、なんかそれ以外の、外ロケとかやってみたいね。外ロケやってみたい。外ロケ？遊園地行きたい。行きたい！私、絶叫がダメなんですよ。うわ、え、こちゃんもダメだったよね。大変。から、あの、みんなと乗って克服したい。どうしたの？え、私さ、つぼみシンフォニーの、あの、なんかホームページがあるんですよ。で、自己紹介みたいな。で、つぼみでやりたいことみたいなところに、私4人で、富士急行ってみたいなって思ってて。そう。外ロケするなら富士急行きたいな。まあでもあの、最悪ゴンベイに変わってもらうという。ダメだよ、ダメだよ。ちょっと出さないよ。足りないかもね。いや、確かに身長つけてる。ジェットコースター。ゴンベイと一緒に乗って。それこそ、絆を。そうだよ。絆を作る時だよ。私もちょっとバレてやってるんだから。絆。富士急ね。死なばもろとも。じゃあ、だって、ダメじゃん、その意志じゃん。一緒だったら、克服できると思う。どうにかなるかも。ジェットコースターに乗らないっていう選択肢はない。あ、まあ、美味しいもの食べるのもね。あっちでもいいよ、お化け屋敷でも。お化け屋敷でも。行きたい。ダメ。なんでいいよって言ったの？どっちか。どっちかならいいよ。お化け屋敷だと私もう、口止まんなくなるよ。ずーっと喋ってるよ。そうなんだ。私逆に無言になっちゃう。無言で顔面蒼白になっちゃう。そう、いいじゃん。え、なんか、でもさ、お化け屋敷だったらさ、ミーニーとかに多分なるじゃん？そうするとやっぱこの組み合わせなの。スッてなるとしたら。どうなんだろう。なんか、ウッパーとかで。でも私ともちゃん一緒になったら多分終わるよ。終わる。ダメだよね。もうその場から動けない。どうする誰かともちゃんが永遠に喋って私。なんとなくここの二人の方が収集がつきそうだけどね。確かに。なんかずっと、楽しいね、みたいなことを言い続けて、こっちはヒヒヒ。こう行くよみたいな。でもなんかもうちょっと一緒にいたら楽しそう、騒がしくて。騒がしい。賑やかしようみたいな思われてる。先に行っちゃいそうじゃない？なんか。もうじゃあキムちゃんにしようかな。あれあれあれいいよ。え、キムちゃん怖いの平気？なんか怖がってる人が隣にいれば大丈夫。じゃあちょうどいいじゃん。ちょうどいい。キムちゃん的にはいい。結構しっかり者だから。すごいなんか、守ってくれそう。イケメンタイプ。守ってやる。ありがとうございます。
また持ってあげるよ。大丈夫かな。なんかコムチお化け見て、あれ怖そうとか言ってそうなんだけど。ちゃんと叫ぶよ。あ、ほんと？多分ね、コムチ、えいってやるよ。えいってやりそう。確かに、物理だったらできるけど。やめてやめて。怖いね。お化けにも心はあるから。そうだね。まあでも仕事になっちゃう。やばいっけ、ちょっと。いやでも私、一人によく来てくれる、常連のチッピって子がいるんだけど、その子からね、そういえば、いろんな話を聞いてた。え？え、どんな話？なんか、しっかり者って言ってたんだけど、なんかエピソード聞いたことがあって、なんだろう。私がね、なんか私というか、私に似てる子がいるっていうのをチッピからも確かに聞いてて、なんかさ、ロビーにいたんだって。そしたら、なんかそう、勢いよく出てきてくれたらしくて、勢いよくね、その、会場に出ていくドアを、重たいドアを、バッって開けてくれたらしいのね。なんだけど、まだね、出る時間じゃなかったって。一人で出てきて、開けてくれてたみたいな。あやこ様がね、噂のあやこ様が、廊下にいて、結構もう、行くかなみたいな感じだったの。で、私も、あ、もうそろそろ時間かって思っちゃって、私行くぞーって取り上げたら、え、まだだよって言われて、あれごめんって閉めて。あれしっかり、ある意味、こう、みんなをね、先導するために、勢いよく出てくる、しっかり者。みんなのために、開けてあげようと思ったよってことだよね。結構、キラキラスマイルだったっていう噂を聞いて、開けるちゃん、いるだけだよね、楽しかった。そうだね。ありがとう。みんなの心の日だまりだもんね。ちょっと照れた。日だまりなんだよ。褒めてる褒めてる。褒めてるよ。本当に？うん。本当に？あ、なんかちょっと信頼されてる。絆は？あれ、絆大丈夫？絆は？なんか、絆ハラスメント起きてる。絆ハラが起きてる。マジマジマジ。この日、チェリーベリーの新メンバーとなる、レンレンこと、高橋レンがデビュー。メンバーもファンも、期待と不安で迎えた定期公演。これまでのつぼみ、そして、サータンとちーちゃんが築き上げたチェリベに入ることに、本人が一番不安なのかも。と思ったけど、あまり心配ないみたい。からし入ってる。言ってた言ってた。そうだよ。騒がしかったですね。ドタバタ。騒がし。忙しかった。忙しい。忙しい。一ヶ月でしたね。もうなんかやっぱそのサータンを送り出すことにすごい必死だったので、とにかく成功させなきゃっていう思いもあって、終わったと思ったらめっちゃ寂しいってなって。で、まあなんかその、まあ息つくはもうほぼなくね、この二人での準備もずっと進めてたので、だから、なんだろうな、なんか、それもすごくうちら、レンちゃんと一緒にやるチェリーベリーもすごい楽しみだったし、だからこそ、その、サータンとのチェリーベリーを惜しむ暇がなかったというか、もうだって、そう、サータンの卒業の練習した、してた、もう次の週からもうここでもう、練習めっちゃ詰め込んでやってたからね。やってたから、卒業公演終わったその日にもう、次の曲の振りで、みたいな、ことをやってたから、本当ね、せわしなく過ぎてったんですけど、でも、今は、前向きに頑張るぞっていう気持ちで活動できてるので、はい、皆さんにもいいものを届けられるんじゃないかなと思っております。はい、ドンキホーテです今日。皆さんも同じものが買えます。秋葉のドンキに行けばお願いします。可愛いからもう大丈夫。オッケー、オッケーよ。全部オッケー、オッケー。何でも見通しの女だから。
私がいるから隣に。そう。いないの？部屋だ。大丈夫、帰ってきたらいるから。え、待って、めっちゃいい匂いする。やばい。やっぱ元々あるものをまたなんか違う風にじゃないですけど考えることも多かったし、不安なことももちろんいっぱいあったんですけど、こう実際こうみんなと練習とかしてみて、なんかどんどん形にできてるなと思って、ちょっと不安な気持ちはなくなってきたので、なんかね、今日は楽しみます。これでもいつも話してるんですけど、うん、そうサータンとちーちゃんの時は、うん、なんだろう、なんかちょっと恋人同士じゃないですけど、うんうん、なんかそういうほんわかした雰囲気なんか柔らかい、うん、なんだろうな、なんか雰囲気をが出てたと思うんですけど、レンとちーちゃんだと、うん、元気、うん、ポップとか、なんかちょっと兄弟、友達みたいなのをなんか、なんか仲良し、仲良しっていうかね、うん、なんかそういうのを見せていけたらなと思ってます。そういう色の違いとかも、なんだろう、楽しんでもらえたらなと、うん、どっちのテレビも好きって言ってもらえるように、うんうん、いや、本当に、本当にハモっちゃうんですよね、すぐい。短いレッスン期間の中でもチェリベのレパートリーや全体曲を猛練習したレンレン、その思いは劇場にいるみんなに伝わったんじゃないかな。これまでのチェリベも、そしてこれからのチェリベも、きっとみんな大好きでいてくれると思う。ここは今秋葉原で一番暖かい場所なのかも。レンレンどうだった？また聞かれちゃった。でもなんかこの、なんだろうな、2部のこの全体曲、一部よりもなんか、なんだろうな、心に余裕を持ってね、できました。なんかちょっとなんかねよかったよかったよかった。そしてエモはどうだった？ねえ、楽しかった。ちょっと遠いかったね。バラバラだ、バラバラ。あれ、来た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 。エモールドは現代生のね、定時公演は今日が一応ラストなんですね。そうなんです、しれっと最後で。しれっとか言うな。ね、悲しいね。でもまたね、まあ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 また会えるよね。また会ったらいいな。なんかやりたいな。また明日あるよねってね、また明日あるよね。まあ夢の中に出てくることでしょう。ちょっと待って、怖いな。そういうこと。ほらそういう感じ。楽しかった、楽しかった。オッケー、ありがとうございます。エモはさ、真ん中おいでよ。おいでおいで、こっちおいで。え、いいの？大変なことになっちゃうよ。大変なことになっちゃって困る。じゃあ最後の挨拶もいいですか？え、いいの？いいよ。え、変なことになっちゃって。じゃあ行きますよ。つぼみシンフォニー定期公演20時の回もご来場いただきありがとうございました。ありがとうございます。今夜のあやこの部屋には新しくなったチェリベたちが遊びに来たみたいです。どうやらレンレンとちーちゃんには結成前からの絆があったみたい。え、なんか私たちつぼみシンフォニーっていう声優アイドルユニットで活動してるんですけど、うん、そのメンバーの子からメンバーに似ているママがいるという噂を聞いて、はい、なんかどのユニットもそういうことを言うんだよ、うん、つぼみシンフォニーがたくさん来るんだよね、うん、最近ね、うんうん、あ、本当、うん、でも私全然メンバーのこと知らないから、うんうん、え、そう、なんか
もともと私と一緒に活動してた子が、うん、なんか宮崎さなちゃんっていう子と一緒に、うん、あとサータンっていう子と一緒に活動してたんですけど、うん、なんかその子が事務所を辞めて、あら、次のステップに進むということで、つぼみシンフォニーも卒業しちゃって、うん、で、じゃあ次の相方をどうしますかって言われた時に、うん、じゃあ、もう私の一番やりやすい子を連れてきていいですかって言って。ヤモリが決めたの。あ、そうそうそう。そうなんです。そうなんです。すごい。そう。選ばれし者なんだ。選ばれし者。選んじゃいました。すごい。だから元から知ってる子を選んだってわけですか、うんうん、仲のいいね。そう、連絡もらって、あれ一緒につぼみシンフォニーやってくれませんか、チリーベリーやってくれませんかってすごいじゃん。でもこうやって大人数でやグループとかやったりするのは初めてで、ちょっと楽しみっていう気持ちはすごいありました。え、馴染めたどう、馴染めてる、馴染めた、馴染めてると思います。よかった。しーちゃんがね、そう、しーちゃんがすごいねんちゃんでね、そういう子でねみたいな、すごいみんなに紹介してくれてたんで、うん、なんかね、すぐみんなと仲良くなれたかなっていうのはあります。なんか今喋ってる時点でもさ、うん、なんかすごい、え、なんかバッとしたさ、強い感じのさ、うん、顔立ちじゃん、結構はっきりしてて、うん、綺麗な顔立ちだけど、喋、うん、るとおっとりしてない？そう、確かに、ね、そうかもしれない。優しいよね、なんか、ふんわりしてるかも、喋り方が。だからなんか、二人とも、うん、みたいな、ね、マイペースなんだけど、そうだよね、そうだね、うん、言動とかさ、うん、行動がちょっと似てる。そうだね、本当に、なんか同じタイミングでペットボトル開けて水飲み出すみたいな言うこともなんか、うん、この前とかポーズね、そのワンツースリーのポーズ、こ、うんうん、ういうポーズあって、その時にセッツって急にね本当に、なんかハマってること自分たち気づいてなくて、うん、で、なんかあの、他のメンバーの、うん、あの、春の、あの、ゆずきはるのちゃんって子に動画撮ってもらってたんだけど、うん、で、その動画撮ってる春のが、それに気づいて、笑って笑って。笑ってそれにさえ気づかない、ね。気づかなくても、うちらは淡々と踊り出すみたいな。なんか、兄弟みたいな。ねえ、ほんと兄弟なんだよね。って感じかもしれない。え、どっか遊びに行ったりとかしないの？もう、最近はあんまりないかもね。ないね。あ、始まってから、うん。去年とかは結構お出かけ、遠出したりとかね。ディズニー、そう、遠出もそうだし、ディズニー行ったりとか、うん、あとは、年末年始一緒に過ごす。あ、そう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 ユニットじゃん、その時から。嘘、どういうこと？そうなのね。うん、いや、でも、なんか私、裏話で、よくチッピが来てくれて、その、あやこ様情報って言って、私に教えてくれるけど、あやこ様は誰よりも早く、チェリービリーに入るのは、その、レンレンだってことに気づいたっていう。そうなの。あやこ様すごいよね。え、なんかもう他のメンバーにも言ってなくて誰が入るかっていうのは、で、まだ確定もしてなかった状態だから、とりあえず私がやりたいって子に声かけてるんだよねっていうのは言ってて、そうだね。そしたら数日後に、あやこ様が、ねえねえ、やもりやもりって、え、次の相方この子でしょって言ってる。怖いね。そう、レンちゃんの、レンちゃんの X の写真がスッて見てるけど、はぁなんでわかるのみたいな。探偵だよ。ほんと探偵だよね。探偵すぎるよっつって。怖い怖いって。なんかでも裏情報によると、ヤモリのフォロワー欄を全員遡った。すごい。でも私も誘った時に、多分レンちゃんは合うだろうなと思って、この今のメンバーの雰囲気とかに、レンちゃんだったら多分馴染めるだろうと思って、誘ったっていうのは確かにあったから。あ、そうなんだ。逆にレンレンは、ヤモリで超良かったって感じなの？え、もうめっちゃ良かったですよ。もうだって、もう本当に、ね、何もう、みんなの間を繋いでくれる？繋いでくれてすごい。ね、すぐ仲良くなれたし、曲選びとか、あ、そう、曲選びとかも、なんだろ、すっごいこだわったりとかしてくれてて、なんだろう、サータンとはこう見せたいけど、うん、レンちゃんとはこう見せたいからこの曲をやっていくよっていうのをすごいなんか言ってくれたりとか、うん、なんかそういう、なんだろう、見せ方も上手だし、うん、確かに、なんか
それこそそういう決め方とか、うん、なんかメンバー同士、れんちゃんこういう子だよって紹介する、やっぱり途中から入ってきてもらうのってすごいプレッシャーあるだろうし、大変だと思うから、なんかれんちゃんにも必要以上の負担を与えたくないし、で新しいものを受け入れなきゃいけないファンの人たちにも負担はかけたくないなっていうのがあって、どうしたら一番いい、なんか最適解が見つかるだろうかっていうのは結構ずっと気にしてたかもしれない。なんか自分たちのポーズはないの？ヤモリといえばこれ、あーレンリンがこれみたいな。でも C って言えば、私なんかヤモリポーズはなんかヤモリの手みたいな、うん、あ、ね、こうやってね、ちょっとちょっと開いて、もう完全にヤモリだ。ヤモリ、あ、ヤモリじゃないんだ、ヤモリ、ヤモリポーズ。レンリンは、レンはトマト好きってめっちゃ言ってるね、うん、なんかもうほんと丸丸シンプル丸トマト、え、だから担当カラーがバイオレット、赤です。出てる、あ、バイオレット、違う違う違う。バイオレット、それ。もう一回、もう一回言わせて。怖い。それ、サータンだから。バイオレット、怖い、怖い、怖い。あれ今、ちょっとなんか、私もさ、一瞬の匂いしたかもしれない。紫色？紫色のトマトを思った今。サータンの魂が入ってたのよ。バイオレット来た、バイオレット来た。バイオレット来た。全然私も会ったことないのに、今、分かっちゃったよ。バイオレットの人が今。怖い、怖いよ。え、じゃあれんちゃんの担当カラーは？赤。あれ？スカーレット。待って待って、あやこさんも知ってるんだけど。笑っちゃったもん今今。言わなくてもわかんない。暑かった夏が終わりかける頃、もう一つの別れの日もやってきてしまいました。現体制終了、その理由がこの日初めてメンバーの口から説明されました。動けずに行きます。今言える範囲の情報を、はい、今言える範囲の情報を今からお伝えするので皆さん心して聞いてください。怖い、ダメかも、まずはい、本日まで応援していただきありがとうございました。ありがとうございました。スー。スー。ありがとうございます、はい。そして私たちの今後についてなんですけれども、はい、まず、まず、はい、いきますよ。今緊張してた。食べるんかいですよ。私たち、まず、はい、今後、はい、言うていいって言うてた。9月6日、はい、金曜日の、金曜日の、はい、新しい秋葉界隈の対バン企画に出演させていただくことが決まっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そこでですね、なんとなんとなんと重大発表がございます。まだ伸ばすんですね。まだまだもうちょっともったいぶらせてください。ごめんなさいね、こんなね、なんかなんとなんとして出てくるのかと思ったら重大発表があります。エモワの周りにはいつも笑顔。この日もそんなエモワが大好きな楽しい仲間たちがゲストで参加。どんな時でもみんなを笑顔にしてくれる優しい3人らしい幸せいっぱいの公演でした。祭りにします。そう、なんかみんなですごいね、うん、楽しい日にしようっていう話に。やばいよ、もうあと3分ぐらいで始まっちゃう。エモワの魅力？やっぱこの元気でフリーダムな空気感じゃないですか。元気だけど、うん、歌うとすごい綺麗。そう、調和？歌声がね、いいんですよ。個人的推しポイント。パワフルなトーク。いつも元気。うん。いつも楽しそう。レッスン室でも一番元気なのかもね。ね、どこにいるかわかるよ。うんうん。あ、絵も来た、絵も来た。なるなる。そう、賑やか担当なんです。つぼみの。素敵です。らしいです。はい。嬉しいね。嬉しいね。うん、いつも、ね。私たちおしとやかだから。はい。すごい。ふざけるとか、そういうのちょっと、わからない。あ、なんか来た。ギリギリだった。
話が来た。あ、始まるわ。やばいやばいわ。始まるわ。行ってきます。あ、そらなんとか。めっちゃ不安になるもうなんか2人がいるみたいなのが普通だったからびっくりしました。ソロでずっと視線を浴びてこういなきゃいけないっていう、また難しかったです。楽しかった。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ着替えていいの？着替えます。着替えるよ。ほらすぐ着替えるよ。ソロをやってたら、あれ？もう終わるじゃんみたいな。本当にそう。あっという間。あとルジュールだけだと思って、ステージ上で MC してるとね。そう。いやあと100回できるね。100回はできる。あと100回できます。やらせてください。元気。まだまだやれます。まだまだ。まだまだ。来てください。しまんないな。いいのかな？いいのかな？ね、ありがとう。つぼみシンフォニーから離れ、新しい花を咲かせることを目指すことになったエモは、ここに導かれ出会ったメンバーたち、つながれた絆はどこに行っても変わらないと思う。今夜も彩子の部屋にはこの二人がやってきました。公演とは違ってプライベートではなんだかおとなしい二人を温かく見守ってあげてください。いすみさんという方から、うん、なんか似ている方が、うんうん、私が大好きな、うん、なんか三谷彩子さんに似ているママがいるって聞いて、名前を話したん？私、あやこだから。そうなんですか？あやこママですか？あやこママだから。すごい。なんで今日なんかそのいすみの知り合いですみたいな方がすごい来てくださるから、はいはい、私たち以外にも。そう、そっか。でもつぼみがもう1周年。そうですね。なんか変わったことある？最初と今で変わったこと、うん、もともとこの活動始める前は SNS とかもあ、そうやってなかったので。しなかったの？なんかその皆さんに向けた投稿とかっていうのが最初は慣れない感じだったんですけども、最初、最近はもう起きたらおはようみたいな。そう、おはよう独り言載せるぐらいにもう慣れてきて。じゃあ毎日更新だ。うん。なんかハッシュタグとかあるの？あ、お互いありますね。何代表なやつ？私配信やってて、うん、それは青木のモフモフタイムっていうタグがあって、うん、ご飯食べるのも好きだから青木のモグモグタイムっていうのがあります。それは全部じゃあエレナ自身が調べていいで押しに行くんだ。あ、そうです、そうです。じゃあつけた方がいい、ね、そう。で、ゆうは？私はハッシュタグうちのももゆう
みんな自由だな自由なんだよなこれはなんかファンのみんなと、うん、あのアンケートを取って決めた決めたやつなんだ。もっと5種類ぐらいあったんですけど、その中から選ばれしものなんだ。うちの桃湯皆さんの家に一家に一台うちの桃湯みたいな感じでハッシュタグ使ってて、あとはラーメンが好きなのでラーメン大好き桃橋さんっていう、うん、ラーメンタグがありますので、じゃあね、ラーメン食べたらつけるべきなんだ。食べたら使ってくださいそういうことか。でもフリクシそうだ、なんかパッと見今の私服だと完全になんだろう、なんかこうおしとやかな感じに見えるけど、なんかレッスン中とか楽屋とかどんな感じなの？え、もうパッパラパーパッパラパー全然おしとやかではない。本当に学校の友達のテンションみたいな感じです。え、じゃあなんだろう、話す内容とかは2人の好きな共通の話題でずっと喋ってるみたいな。そう、好きなゲームとか。ゲームとかね今度どこ行くとか何食べたいとか、食べ物とか、そう、え、これ美味しそう、そう、美味しそうとか言って行かないっていう多すぎてこれもいい、あれもいいとか言って。え、遊びに行くの2人で？あ、行きます行きます行きます。どこに？なんかこの前はカフェ行ってて、うん、そう、カフェは行くかな、遊ぶとき。そう、1店舗はなんか桃食べに行こうとか、うんうん、あ、そっか、ピーチピンクだから。そう、あと好きなイチゴ。そう、イチゴ食べ、イチゴが好きだよ。イチゴ好きだパンケーキが好きだから、ね、あ、そう、パンケーキが好き。じゃあ、なんだろう、そこに行って写真撮って、うん、載せたやつをみんなが、ファンのみんなが行くみたいな。なんか翌日食べに行く人とかいて、結構早くて。そう、え、もうみたいな。そう、待ってるんじゃない、もうもうそろそろパンケーキ来るなみたいなもうその時期かな、そう、その時期かなみたいな。調べてなんか店舗まで特定されるその写真1枚で、あ、そうそう、どこに座ってみたいな。怖い怖いよでも嬉しいのか、逆に嬉しいの、そこまで見てくれてるんだって、うん、チッピからの裏情報で、うん、なんか早子様がこう言ってましたっていうのを聞いたけど、うん、まあ、エレナはエレナっていう印象らしいのあ、なんか性格を表現してって言った時に、うんうんうん、エレナはエレナなんですみたいなことをよく言ってるらしくて、うん、どういう意味って聞いたんだけど、うん、なんだろう、なんかユウに関してはすごいおっとりしてて、うん、なんだろうな、周りを見てちゃんと動いてるタイプなんだけど、エレナに関しては自分の道をね、まっすぐこうダーって走ってるイメージみたいな感じだから楽屋にいても喋りやすいと言ってた。あ、本当、え、嬉しい。多分でも素で喋ってくれてる時の笑顔が可愛いって言ってた。自然体が一番いい。自然体がいいって言ってた。保護者がいる。保護者がいる。え、目標はないの？なんかフリクシの今後の目標かないでしょとか何でもいい、あの、どっか行きたいとか何とかしたいとか、うんうん、ユニットでですか？ユニットで、個人でもいいんだけど。でも、うん、お泊りはしたい、したい、うん、お泊り鍋パしようっていう話は最近してます。桃橋鍋作ってってめっちゃいいじゃんどこでやろうみたいな。そう、桃橋ん家がいいな。ちら、あ、お泊り、そっか、お泊りってなると、だから鍋パ、タコパ、うん、もんじゃ、ホットプレートあるの？ある。今絶対なさそうだからエレナが持ってってあげればいいじゃん。うん、うちないないのに売ってる、ないのに売ってる。鍋はでもいける。あ、できる。じゃあ鍋しかできない。私も鍋は持ってる。持参してお互い持参して、いらない、いらない。2つで、2つで2種類の鍋、2種類の味を。え、なんだろう、他のさ、メンバーとの裏話でもいいけど、なんか裏話とかないの、相方を見て。楽屋での姿とか。でもずっとこんな感じ。ちょっと面白くしてって面白くして裏の方が面白いでも確かにそのまんまそう、うん、あ、でも写真となんか実際喋ったら違う、うん、全然違う言われるんですよ。全然違う。どう違うの？え、なんかもっとふわーみたいな、ふわーふわーって感じかと思って、意外とここと店舗が一緒に話盛り上がる、そう、盛り上がって、うん、
勝手になんか落ち着いたと思って、うん、急に話を聞かなくなる時間が、あ、そうなんだ。なんかね、桃走ってと何みたいな急に今話してたよ。そうそう、怖い怖い怖い。2人しかいないのになんか、え、誰に話してるの今とか言われてみたいな、私誰と話してたのみたいな。多分そのふってなる、うん、慣れる、うん、安心感があると思う。あって多分急に休憩モードに本当かよ入っちゃってるんだと思う。無意識だから分かんない。気張ってるとさ多分はいってなっちゃうもんね、うん、多分ね。多分そうなのかな。やめてね。別れの季節になってしまった2024年夏。1周年を前に新しい出会いも訪れてくれました。もうなんかチェリベさんであったりとかハックさん、もちろん他のグループ、他の4つのグループの方もそうなんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて、私が推しちゃいそう。そんな方々とこれから一緒にライブできるっていうのがすごく楽しみです。可愛いっていうよりかかっこいいがコンセプトになってて、衣装とかも真っ白のなんかパンツ姿かっこいい感じで、はい、やらせていただいてるんですけど、やらせていただいてるんですけど、皆さんに負けないように頑張りたいと思います。はい、ね、結構練習もね、うん、3人で頑張って3曲ちょっと新しい曲を覚えるのにすごい必死に頑張ったので、ね、さあその努力の成果を今日皆さんにお見せできたらいいなと思っております。やっぱり初めてのステージなのでお客様に受け入れてもらえるかもちろんそうですし、なんかね、私たちのパフォーマンス盛り上がってくれるかなとかちょっと思ってます。まあ新しく入るからにはちょっとでも革命を起こせたらなって思います。私がいろいろ間違えました。音は大丈夫ですか？音は大丈夫そう。よかった気がするから2に1たいです。2で OK です。そう、サビは2。サビはそうですね、舞台客ですかね。はい、舞台客です。ここでおいでればお願いします。はい、はい、みんなちゃんと見込んでるのすごい。誰もだこれ、みんな大変です。これ自力。あ、多分最後ソロを歌う子に。あ、クローネです。クローネです。ちょっかりクローネです。たくさんクローネ。クローネたくさん。もらって。いやー、場当たりとか確認がすごい大変だったんですけど、なんかやっぱ今からなんだっていう実感はすごい湧きました。ね、湧きました。うん、楽しかった。いや、これからずっとこのステージに立つって考えると、やばいね。ドキドキだね。今から始まりだよ。そうですよね、今日しかないからね、始まり。本当ですよ。お客さんが入ったところでまたやるっていうのが絶対に緊張しそうかも、ま、あそこから見えるペンライト絶対綺麗ですよね、うん、絶対にそう。楽しみだね。めっちゃ楽しみです。さっき緊張しないとか言ったけど緊張しました。かわいいね。頑張るぞ。あーびっくりした、まだまだこれからの新メンバーたち。だけど物おじしないその様子を劇場にいるみんなも楽しんでくれたんじゃないかな。私何も覚えてない。あんまり緊張とか吹っ飛んで楽しめたんじゃないかなとは思います。皆さんで盛り上がれたのですごい良かったですね。楽しくて頭の中が全部抜けました。でもファンの方の顔とかもちゃんと見れて、はい、楽しかった。私自身も楽しかったです。めっちゃ楽しかった。よかった。これからもつぼみは変わり続けることがあるかもしれない。だけど、心配いらないよ。ファンのみんなも、メンバーのみんなも、
いつでもそう思える存在に私たちは成長できたんじゃないかな。あやこの部屋、今夜最後に訪れたのはこの新人3人組。あやこママにも物おじしないパワーは今後に期待できそうです。今日なんで来てくれたの？今日はご紹介に、預かりまして。ご紹介、誰の？知り合いになんか似てるっていうママさんが。私が？はい、三谷綾子さんって言うんですけど。やばい、これもう4組目くらいかもしれない。4組目そんなに言われたの、調べないとね。ということはつぼみシンフォニーじゃない？あ、そうです、そうなんです。つぼみシンフォニーの方から教えてもらいました。なるほどね。はい。え、クローネって意味は何、どこか作ったの？なんかクローネは王冠っていう。あ、王冠なの？はい、おしゃれ。そうなんですよ。ポーズとか決めたの？こういうユニットポーズ。こうです。あ、やっぱこれなんだ。はい。これ耳みたいな。こう見せちゃったら。ちょっと可愛くなってない？これなんだ。はい。このチーム、なんか私が噂に聞いたところによると、9月くらいから、そうです。そうなんです。加入したんでしょ？そうなんです。9月からです。まだまだ新人で。でも1周年を迎えます。なんかみんなの情報によると、つぼみがね。はい。あ、そうですね。え、どうなんだろう。まだ結成してじゃあ短いと思うんだけど、うんうん、なんかこの、入ってからの印象とかはどうなの？メンバーの。あー、なんか、みんな可愛すぎて、うんうん、なんか私がファンになりそうだから。それこそあやこ様、私めっちゃ推しなんですよ。ちょっと私が褒められてるみたいじゃん。ママタイプです。いや、ママ最高。ちょっと今日一喜んでるかもしれない、今。嬉しい。ママ大好き。いや、ちょっと本人に伝えてあげてじゃん。え、他のさ、そのつぼみのメンバーとは馴染めた？どうなんですかね。どうなんですかね。でも、この間、コロチーさんにお菓子半分もらいました。それかわいい。その話聞いてない。何ですか、それ。内緒に。それおねだりしたの？欲しいって。なんか、私がポツンって多分行っちゃって、それを見て、コロチーさんが、アシャいるって。いいんですか？いいなー。すごい。アシャ呼びなんだ。アシャ呼びなんだ。羨ましいかもしれない。めっちゃ嬉しい。読みたさん。はい。え、私。誰なんですか？気になる。気になりますか？うん。私でも、もちゃさん。なんで？練習とかをこう、見させていただいてるときに、ダンスすっごい。ねえ。そうなのに歌ぶれないから、それを聞いて、見て、ああ、なりたいなって思ってます。うん、え、かいちゃんは？でもほんと皆さんとお話ししたいんですけど、そうだなぁ。私、あやこさんと喋りたいなーって思ってます。話した？喋りたいんですか？喋りたいんですよ。告白したいだね。告白デーですね。告白デーだね。なんか、嬉しいね。なんか、わかんない。あやこママなんだけど、今。一番喜んでる。別にカメラなんてないのに、なんかわかんないけど、カメラを見てます。ないけど、ないけど、嬉しい。喋ろうって今、声が聞こえた。本当でした。たくさん。やったー。これから多分、いろんなさ、色が多分ついていくと思うんだよね。まだ一周年。になったけども、つぼみは。まだデビューしてから、まだ1ヶ月とか2ヶ月とかになっちゃってるから、馴染めないと思うけど、じゃあメンバーとしたいことを教えてください。メンバーとしたいこと。いっぱいあるなぁ。どこどこ行きたいとか。私は全国アンギャがしたいです。何全国。例えば、北海道から沖縄まで、こう、回ってって、各地の美味しいものとか食べて。すごいすごい時間かかる、時間かかる。めっちゃ時間かかる。夏一個使ってみたいな。すごい、30日間かけてみたいな。1日1件回っていくみたいな。すごい、結構激しい。本気すぎる。本気すぎる。
やりたい。1日だったらだって1ヶ月とちょっとかかっちゃう。47バズいって。半日で半日で2個もあるんだよ。剣のね、ほんとギリギリのとこでね、遊んで。寝かせてもらえないもしかして。寝かせない。ああ、すごい。大変かも。あ、でもそれで言うと、うん、私、ツアーとかやりたい。ツアー全国全国もいいなって今、聞いてて思いました。なんかちょっとね、遠いところで、都内方の皆様のとこに遊びに行ったりとか、したら楽しいかなーって。じゃあ、ちょうどね、巡りながら。あ、ね。ご当地巡りながら、ご当地巡りながら47都道府県みたいな。全部ツアーして、で、ユミタソが私は、配信がしたいですね。あー、はい、配信とかラジオ番組とか持ってたらいいなーみたいな感じです。面白そう、楽しそう。でもさ、普通にクローネはさ、うん、結構喋れるよね、今喋って。あ、本当に聞いてて。ですか？なんか一人が喋っててもキャッ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 さ、そんなキャッキャッしてます？してる。意外とカエちゃんはいい時に入ってくる。うん、ありがとうございます。分かってる。うん、俺すごい。私そういうの慣れてないんです。いや、すごい可愛い。なんか声めちゃくちゃ可愛いんだけど、うん、しっかり者のイメージかも、今喋ってて、うん。初めて言われました。もう本です。本だ。ダメです。なんかしっかりしなきゃって。いや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 、私だってしっかりするときはしっかりしてますよ。うんうんうん、まずいこの空気は。うん、まずい。編集点を作ろうって感じ。編集点がいいですね。いや、でもまだまだクローネは分かんないことまみれだと思うから、うん、もっともっと暴れて、うん、強い女になってくださいな。はい、強い女になってください。これ以上暴れていいんですかね。なんか最後くらいなんかクローネの挨拶はないの？あ、私たちみたいなやってよ。そうですよね、こっちですよね。はい、オッケーオッケー、行きます。うん、せーの、私たちクローネです。ウィーン。片手バージョンと両手バージョンがね、マイク持ってたんだよ。あ、私めっちゃマイク持ってる。そうでした。迎え、つぼみシンフォニーは次のステージへと進みます。これまでの1年間はつぼみとして成長してきましたが、少しずつファンの皆様に応援していただけるようになり、感謝の気持ちでいっぱいです。2年目はさらに勢いをつけ、咲き誇れというテーマのもと、よりたくさんの方に私たちを見つけてもらえるように、一生懸命に咲き続けていきます。満開には至っていませんが、私たちらしく咲き誇るための物語はまだ始まったばかりです。これからも暖かいだけの日々ではない時もまた訪れ、別れもあるかもしれません。
けど、皆様のこれまでの応援の声を忘れず、そしてこの絆は枯れることは絶対にありません。だからいつでもどこにいたとしても咲き誇れ私たちらしく心が